中から背番号18番イカルガ誠二選手を迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。もう今日あの話する気満々ですよね。あの話とは何ですか？どう阻止しようかと思ってたんですけど、はい、ちょっとだけですよ。そうですね、ちょっとだけだったらちょっと15分ぐらい終わっちゃうかあれですね、 M リーグですか？そうですね、はい、M リーグもあの最近開幕しまして、そうですね、今年の展望としまして、昨シーズン優勝した、U-NEXT パイレッツっていうチームがいまして、あ、そうです、 M リーグという、個人的に今年注目してるチームは、チームないです。そうですね、はい、僕結構好きなんです、このチームスタイルっていうか、まあ、高打点を狙いに行く、泣きをあまり使わない、そうです、そうです、そのチームに注目してます。皆さんも何か見つけて、M リーグ見てほしいですね。いや、めちゃくちゃ頭脳戦だし、駆け引きあるし、まあ、勝負どころも見抜かないといけないし、めちゃくちゃ、あれっすよ、面白いっすよ。ファンの皆様、こんなに流暢なイカルガ選手を見たことがあるでしょ。そうですね、止まらないっすねいつも質問に対して片言で返ってくるぐらいのイカルガ選手ですけど、はい、そのぐらい今もう熱が入ってるってことですよね。そうです、今日もありますが、試合、え、7時から。本当ですか？はい、わかりましたけど、毎週月か木金と、はい、試合あります。月か木金と、はい、90試合あるんで全部、はい、もうそろそろいいですかまあそうですね、はい、まあホームで戦えたっていうのも大きかったですし、はい、まあ練習できたのは良かったです。やっぱりホームの雰囲気、今年ちょっと、まあ、今までとは違う雰囲気で感染拡大防止のために、ね、行われてますけど、いやでもやっぱりすごいですね、ブレックスのファンの皆さんの熱が。そうですね、あ、今シーズン何でしたっけ、あのユナイテッド、はい、イエロー、ユナイテッドイエロープロジェクトというのが行われていて、空席にも皆さん の気持ちのこもった T シャツが、そうですよ、はい、まあ、そういうのが、まあ、声出せない状況の中でこうやってあの会場を、ね、イエローにしてもらって、まあ、選手としてはありがたいですよね。そうですよね、まあそうですね、まあ、勝って反省できたってことはすごくいいことですし、はい、まあ、その中で、まあ、できてない部分っていうのはありましたけど、うんうん、まあ、勝てたっていうのは良かったかなと思います。そうですね、第4、まあ、ずっとリードされてて第4クォーターで、まあ、ずっと我慢して最後、ね、ちょっと離せたっていうのが良かったかなと思います。まあそうですね、まあ、まあシーズン序盤っていうのもあって、まあ、まだあのオフェンスの部分での流動性とかそういった部分っていうのが、まあ、多少少なかったっていう部分も感じるので、まあ、そういったところ、まあ、ディフェンスの部分ではもっと、チームとして、まあ、コミュニケーションだったりチームの、やり方、同じ方向を向いてディフェンスもしっかりとやっていけないかなければならないなっていうふうに思います。そうですね、まあ、ジョッシュ・スコット選手は、まあ、プレシーズンがずっといて、まあ、もうチームに慣れてきてますし、まあ、はい、LJ ピークもやっぱり、うん、まあ、まだ1週間しか練習してないですけど、うんうん、まあ、その中で、まあ、だって彼ポテンシャル高いし、うん、まあ、結構スマートなプレイヤーなんで、結構あのチーム そのシステムっていうのも理解力が高いので、はい、まあ、結構すぐフィットすると思います。そうですよね、まあ、まだまだなっていう部分も多いですけど、まあ、はい、まあまあって感じですねまあまあですか、はい、見ています。まだまだ頑張ります。そうですし、ベンチの時もあのチームメイトと笑顔で話してるところも多いですし、試合後の退場の時とか満面の笑顔で去っていくっていうそんなのしてます？してます、してます。まあ、自分の中で別にそんな意識はしてないですけど、まあ、リラックスしてるってことですかね。ふざけてるわけではないです。そう、いや言ってないですそうなんですよ、そのリラックスしている雰囲気とかすごく雰囲気がいいんだなっていうのをそれを見て感じてたんですよ。はい、いいんじゃないでしょうかね。じゃあいい感じですか。はい、イカルガ選手の笑顔今回すごくいっぱい目に入ってくるの中で気づいたんですけど、はい、笑った時の目が本当にこう笑ってる弓なりの目になるんですよね。ああ、ニコちゃんマークみたいな。ニコちゃんマークみたいな。かわいいですね。かわいいんですよ。はい、いや、かわいいんですよって目の前にして言うのもなんですけど、あの、たくさん見たいなと思ってます。はい。今年その笑顔を楽しみにしてますんで。
はい、はい、まあ、そうですね、あの千葉ジェッツさんはすごくあの得点能力高いし、まあ、ファーストブレイク得意としてるチームなので、うん、まあ、そのいかにファーストブレイクっていうのを出させないかっていうのも大事ですし、うん、まあ、そのためにはオフェンスの割り方っていうのがすごく大事で、はい、まあ、うちのチームターンオーバー少ないですけど、はい、まあ、よりターンオーバーをしないように、うん、しっかりと遂行していきたいなっていうふうに思います、うん、僕は別にそんな、なんか別に緊張しないしストレスはあんまたまんないんで、何もしてないですね。ぼーっとしてるとか。マジで移動中、電車とかの中でもぼーっとしてる。ぼーっとしてますね。それが一番じゃあリラックスできるかもしれないですね。選手の入場の際、スターティングファイブの時もそうですけど、手裏剣投げてませんか、イカルガ選手。あ、投げてます。あれって各選手違いますよね、入場する時のポーズが。まあそうですね、今あのハイタッチとか、ええ、あのソーシャルディスタンス保たないといけないんで。あ、だからあんまりあの、はい、触れないようにこうやってエアー手裏剣して、はいはい、それで手裏剣、それ自分で思いついたんですか。そうです、そうです。なるほど、うん、それすごいなんかいいんですよ、こうあの登場するときかっこいいんですよ、その仕草が。かっこいいですか。かっこいいんですよ。嘘嘘ってなんで。いや全然かっこよくないでしょ。いやいや、ちょっとね真似したくなるような、手元で小さく投げるんですよね。そうです、シュッシュッシュッっていう超小型手裏剣なんでそれが最初全然気づかなかったんですけど、はい、あの映像でスタディファルトが映し出されるじゃないですか、はい、そこあれなんか慣れてるぞって気になり始めてよく見たら、やっぱ手裏剣なんですね。手裏剣ですよ。超小型手裏剣。超小型手裏剣。これぜひ次のホームでもご覧いただきたいと思います。そうですね、今シーズンじゃちょっと手裏剣投げ続ける感じですかね。そうですね、はい、これあのでも各選手いろいろ持ってますのでね、入場の際は、はい、そこも楽しみにしてほしいですね。カルガ選手が手裏剣投げたら遠藤選手が投げ返してるのだけは見ました。ああ、そうです。なんかそういうのもいいなと思いまして、はい、それもちょっとねよく見てると楽しいところたくさんありますから、ぜひホームでもご覧いただきたいと思います。まあそうですね、あのいつものブレックスアリーナと違う雰囲気なんで、はい、まあでもあのホームでいつもファンの皆さんが声援した、うんうん、ね、後押ししてくれるんで、まあやりやすい、はい、明日のイカルガ選手も気になっていたユナイテッドイエロープロジェクト、アリーナを黄色に染めようですが、開幕戦だけだったのが今期間延長されまして、今シーズンの残り試合すべて実施されます。会場に行けなくても皆さんの思いを会場に託すことができますので、よかったらご参加いただきたいと思います。そうですね、あの今週末からずっとあの同じ地区のチームと、はいはい、あの強豪と対戦することになりますし、はい、まあ、本当に前半戦の山場だと思いますし、まあ、非常に大事な戦いが、続くので、うん、まあ、チームとしてしっかりとやって、まあ、ブレックスネーション一丸となってですね、はい、戦っていきたいと思います。まあ、昨シーズン の悔しさもあるんで、はい、まあ、ライズアズワンで共に立ち上がろうということで頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうか一緒に戦ってください。今日はありがとうございました、うん、ありがとうございました。イカルガ選手の本当すごいところで、一番の広告塔になるなっていう、すべてをちゃんと覚えてますからね。そうですよ、はい、ありがとうございます。私が言いたかったことすべてを盛り込んでいただきましたが、はい、一緒に戦っていきましょう、はい、イカルガ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。早い、林谷太平です。開けるの早いよ、走ってしまって若気の痛みですね。